見えないもの。ねんねしたまに何がある。皆さんこんにちは。作曲家薄桃色シンセサイザー奏者の仙洞グス西村です。今日も西村ピアノアカデミーからお送りしています。誰も見たものないけれど、今日2023年9月8日金曜日、今日の数波の言葉は、運命は口癖で引き寄せるもの。運命は口癖で引き寄せるもの。そして今日の BGM は、大正末期の天才童謡詩人金子みすず、彼女が残した512編その全てに作曲をしましたが、今日は朗読編をお送りしています。その朗読をされているのは女優の小林綾子さんです。日本海側に面した山口県長門市の仙崎というところで彼女は生まれ育ちました。そして素晴らしい詩をたくさん残しました。その詩に感動してですね、まあこれは初めてアメリカで聞いた大量という詩だったんですが、それに感動してですね、こんなに分かりやすい詩で、そして人の心を揺さぶるような、魂を揺さぶるような感動がある、素晴らしい、みすずさんの詩にもっと触れてみたいというので、その時紹介してくださったのが矢崎節夫さんという方です。まあ、児童文学者金谷が、みすずさんの詩を世の中に、まあ、広めたわけですね。まあ、それがきっかけで512編、7年半ほどかけて作曲を終えました。ぜひ手に取ってですね、そのみすずさんの世界を知っていただければと思います。今年は生誕120年。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。